皆さんこんにちは。ネットベースアナリスト横田修理です。今日はですね、宮崎の有名なお土産のこちら、なんじゃこりゃ大福となんじゃこりゃシューっていうものを、紹介してみたいと思います。ではちょっと開けていきますね。開けていきます。はい、こちら。超でかいです。超でかいなんじゃこりゃシュー。そのままです。このなんじゃこりゃ大福、これがねすごく有名なんですね。大福といえば、まあ、いちご大福が有名なんですけど、開けてみますね。開けてみますと、いいよいしょ。いちご、そして内側の方に見えますかね、栗、いちごと栗とあんこの3つが入ってるという。いただいてみたいと思います。普通に美味しい。今度は栗の方ね、栗の方を食べてみたいと思います。うん、普通に美味しい。ちゃんと美味しいですね。あんこといちごと栗と。今日の昼ご飯、あとクリームかな、クリームが入ってるのかな、あのチーズみたいな生、クリームですね。あの中入ってますね。大福の中にあんこの下にチーズが入ってるんですよね。これも美味しいですね。クリームチーズか。ことになる。
思いました。じゃこら、シューをいただきました。では